ちょっとこう見たらたこ焼き屋さんみたいな。うん、まあ、たこ焼き、まああとは金魚すくいとかね。まあ、佐藤とか完全に顔に当てて投げるから ね、 そうですね、うん、外さないと厳しいでしょうね。なんでここだけ英語だったんですか。英語なんか決まりがあるんですか。あいつさ、言うだけ言ってさ、設定何にもしてないからね。First leg. Game on. なんかこんなにしたらいいかもしれない。なんかすごい扱いにくいけど、こうやってこう。あ、逆にですね。こうやったらいいかもしれない。なんかやりにくいな。なんかシールド大変。いや、頭が痛くなるの。血がここさ。強いんですか。これ強いの。顔がでかいの。頭がでかい。木下さん発音バッチリ。さあ、ハリオさんどうなんだろう。さっき良かったですね。28。さあ、これは佐藤しおりが気合入ってくるんじゃない。これさすがに。もう女子はさ、20しっかりさ、ライン外さないように投げればいいとこいけんだと思うんだけどな。そうそう、こんな感じ。キャーくさ、うまい。40。てっぺさん、今日180何回出ました。僕ゼロっす、今日。え、出てないの。1回も出てないですもん。45チャンスよ、これは。これ高校ブレイクしたらでかいですね。うわ、うまいね。めっちゃうまいですよ、このコント。うまいね。やばいでしょ、これ。140 140。すごい。堀尾さんで、なんで知ってんの。この前その店に来てくれて、ずっと脱しよったんですけど、その長崎でその投げたり投げんかったりとか言うから、もうちょっと、その面白いよって言ったんですけど、それっきりやったんですけど。それっきりなの。さあ、堀尾選手。いやいや、ま、堀尾さんって前も出てたよね。ずっと出てるんじゃないですか、昔から。ずっと多分あれ170。ああ、ほぼこれ強いですね。88、半分ありますよ。西鉄平はスティールはフライトは何使ってるの。アックスの M。 アックスちょっと PDC でかなり注目されてるんだけど。もうソフトもアックスになったんですか。あ、なんで。ソフトは、俺はソフトが良くない。いや、なんかその感覚的に変わらない感じなんですよ。ああ、すごいね。でもね、すごいフライトまた開発入ってる。そうそれが新情報ですね。めちゃめちゃちょっと気になりますけど。そうそう、何も教えてもらってないです。そうそう。いや、今回はもう本当にソフトでもハードでもそのまんまで使えますみたいな、ちょっとフライト作ってるの今。さっきた122。45
早く知りたいですね。そのどういう層。いや今ちょっとそれはもうただまあもうホセとかはねもうアックスでいいんだろうから、まあ、そういう人はそういう人で全然いいんですけど、やっぱ日本の選手でねやっぱちょっと硬いとソフトにしてはという人もいるんで、間を取って間を取るっていうかもうちょっとちょっといろいろ考えてます。結構いいですけどねアックス。さあそして、74から18いったんだね。29さあここはあれ今日もっちゃんバレル発売。今日はそうですよ。それと今日発売なのは山本浩輝と TV バレル。え、そんなの。いや、そうそう。今日もっちゃん発売日。今日の今日は僕が今日ベスト8入りましたんで。社長知ってます？もっちゃん10キロ痩せたらしいです。え、なんで？なんかダイエットしてるらしい。ダイエットしてるんだ。病気じゃなきゃいいけど。そうそう。どうなってんのこれ。48から7入れて、11狙って、ああ、バーストね。もう一回やり直しみたいなね。16もだから下に外しちゃダメなんだよね。それしっかり考えないといけない。外しても8。上やったらワンチャンあるんですからね。あれそうだから8と16でしっかり考えていかないといけないですね。48は。You require 48。 さあここもね絶対7に外しちゃいけないの。8は OK、 16もダブル出るから。そうそうそう、16をダイレクトに狙うとこ。惜しい。32。やっぱスチールでもすごいですよね、みんな。女子結構かかるかと思ったけど、結構みんな入れてますもんね。入れてるけど、やっぱり、11。You require 16。ノースコア。頑張れ。You require 157。さあでもこれ分かんないよ。でもコークはしてほしくないな、決勝戦だから。そうですね。おいな。こうなってきたらちょっと焦り出すよね。そうですね。1?8。 いやあかん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 。 You require 76。 てっぺいさんのフライト出ませんね。てっぺいモデルのフライト出してないの。いやでもさあ来た、サブ6 5、 6 5トップ。あ、じゃあトップいったね。これ一発で決めたらやっぱ強いですよね、このワンちゃんを。56。難しい。 You require 16。 さあ16、 come on 16。 さあこれでもいかないとね、パーフェクトプロの常連としては。ああ、なんとダブル投げたんや。まあでもね、上がってなんぼのスティールダーズの世界。そうですね。今日ウィットロックかな、今日は。今日どうやったんですか、ロビン。良かったんですか、調子。今日ね、ロビンの前半は全然ダメで、ほら、どっちこくだから。いや二度寝してさ。55。
アップなしのそのままみたいな感じです、ね、そうそうそう。 でも後半からすごい良くなってきて、うえ、これはでかいな、一本入れればな。これ美味しいな。あ、知らない。たこ焼き屋の親父としては、たこ焼き屋の親父どう、フィードダーツ投げてる人多い？いや、なかなかっすね。ソフトも今投げてる人そんなにないか。そうですね、やっぱりそのコロナがあるからですね。どっちもって言ったらやっぱまだソフトの方がまだある、ね、そりゃそうよね。そうそうそう、ちょっとこのフィードがあるって言ってみんな投げよう投げようって言ってちょっと投げたぐらいで。そうよね、まあ、まあまあ今年はっていう考えを持って来年みんな投げれるなんか参加するやつも受ければいいかなと思って。なかなかでもフィード投げんすもん。あ、そう。あ、難しい。いや、そういう感覚じゃないですね。その投げるまでに行き着かないです。マシンに。ああ、そうなんだ。で、どっかでさ、やろうってなったらみんなずっと投げるんですけど、やろうっていうまでが少ないですね。で、それは何？ソフトのブルが面白いってこと？でも、そういう、なんですか。レーティングの上がり下がりがやっぱ、ソフトの方が上がったり下がったりするんで、うん、面白いってことね。そうそう、スチールなかなか上がんないからさ。上がんない、上がんない、下がるけど上がんない、上がるけど下がんないみたいな、うん、よう。あー、飛ばしたね。やっぱフィードカード持ってる人少ないですもんね。あ、そうなんや。ちょっと増やしたいなと。逆にさ、フィードダーツとかさ、なんかチャンスがあるけど、アネスト。そうですね。今日も言ってましたもん。この自分は山田サンドではハードばっかり投げて、あ、そうだね。そういう人もいるよね。今日ヤンモ日は変わって誕生日らしいですよ。え？ヤンモ今日誕生日ですよ。山田、はい、誕生日、いいんじゃない？誕生日は年に1回来るからね。そうですね、今日らしいですね。166からの161からの141。141は1本目どこ行きたいですか？いやいや、1本目もう141は60ですか？うん、60がもう背負う、いいんじゃない？パーフェクトもそうですもんね。あの、うん、ナインダーストライドだったら、うん、悩みますよね。51いくかとか60からいくかとか。ハードはヤンマーさんにワンチャン勝てそうな。そうですね、まあ、ハード上手くなってやっぱりこう奥の金を稼いでほしいですね。ソフトダーツだったら絶対稼げないから。チャイ来た、セブンテン。ハリオさんもね、さっきのを引いてますね。え、決勝相手決まったかな？あ、いいよ、投げ練習してきていいか。うん、ソフトは勝てないですけど。さあ、51から14シングルトップ。あ、これ大変です。これね、ほんと大変、見にくいんですよ、すごい。えい、ナイストライ。次の DOJ はいつあるの？
9月6日か、9月6日、来週、次回は9月6日。もう多分9月6日だからフィードダーツでやると思いますけど、ぜひみんなでね、楽しみましょう。来たー、ナイスダーツ。やばい、しっかりするな。ちゃんとダブル、ちゃんときっちり仕事しっかり。